改札口ホーム府中競馬正門前駅は東京都府中市八幡田町一丁目にある京王電鉄競馬場線の駅である京王中央管区所属駅番号は四46競馬場線の終着駅で東端式ホーム2面2線を有する地上駅である南側の線路には線路の両側にホームがあり列車到着時には両方のドアを開けて 上校に対応することができる。東端部に改札口があり、改札口を出るとそのまま、東京競馬場への横断歩道橋につながる。平日は2両編成のワンマン列車、土曜、休日は、中央競馬非開催日を含めて8両編成が、中心に運転され、競馬開催時を除きほとんどの列車は一番線を、使用する。なお、一時期、平日朝ら主時に、 新宿業各駅停車が設定されており、この列車は特定都市鉄道整備促進特別措置法の対象となったことから2番線は重量編成分の有効長を持つ。競馬開催時は新線新宿業の臨時急行2本と京王線、新宿行き臨時準特急3本、計5本の臨時優等列車が運行される。この臨時列車に重量編成の電車が使用される。 ことがあるため、臨時列車は、すべて2番線からの発車となる。2010年頃に発車票が新設された。1番線には校舎専用のホームもあるが、現在は使用されていない。2020年度の1日平均乗降人員は400人で、ある。新型コロナウイルス感染症流行の影響で、例年の1割ほどにとどまった。京王電鉄全線で、 最も利用客が少なく、減少幅も、京王前駅で最大である。近年の1日平均乗降人員及び、乗車人員の推移は、下表の通りである。当駅は、東京競馬場の最寄り駅であり、競馬開催日には、多くの人で混雑するが、非開催日は換算としている。競馬場以外には、小さな商店などがあるが、住宅が多い。 大きな商業施設は500メートルほど離れている。また、東京競馬場への立橋の入り口付近には、黄金馬像、アハルテケ像がある。府中駅、東府中駅が徒歩県にある。当駅は、始発が遅く終電が早いため、当駅の終電から始発までの時間帯は、府中駅を使うことになる。時間あたりの発着電車は20分おきの3本。 撮影がたびたび行われる広いホーム。右手前が一番線、奥が二番線。平日は乗降客が少ないため、広告やテレビ CM などのロケーション撮影が頻繁に行われている。過去には当駅のホーム構造を利用し、電車の中を通り抜け、反対側のホームに出てしまうといったアイデアが使用されたこともある。また、 当駅の自動改札機を発売機ゲートに見立てた日本、中央競馬会の CM も存在していた。また、NHK、ピタゴラスイッチのアルゴリズム更新では、KO8000KO バックに、お笑いコンビのいつもここからと、KO 職員が踊るシーンを当駅のホームを使用して、撮影された。かつて在籍していた、初代 5000K やグリーン車の先頭車全面。 行き先表示器の当駅の表示コマには、東京競馬場にちなみ馬の定鉄がバックにデザインされていた。当駅が開業する前にも、東府中駅は臨時競馬場前駅と称したことがあった。過去の歴史については、東府中駅を参照。東京競馬場の最寄り駅であるが、同競馬場の通称である、府中競馬場にちなみ、府中競馬正門前と名付けられている。 正式名称の東京競馬場でないのは、かつて日本国有鉄道中央本線、下河原支線に東京競馬場前駅が存在したためである。ありがとうございます。